ずいぶん変わった立ち筋ね。ここいらじゃマイナーなもんでな。いざ前に。ここだ。やれやれね。落石か。管理がなってないわね。さすがにこの岩を自力で壊すのは無理だな。しかし本当に不運が続くんだな。まあな。何だろうとこの先に進まなきゃならない。岩をどかす方法を探すわよ。楽な戦いばかりじゃ修行にならんの。話にならないわね。無手かと思いきやすでに狂気だな。
お前の切り札はいつ見せてくれるんだ。ごめん。
いざ前の子だ。ナイルフィールキーの子だ。ナイスクセセッコロネブレイクブースト。こいつはどうだ。捕らえられない。捕らえられない。捕らえられない。ナイスクセそのの子だ。ナイスクセセッコロネブレイクブースト。ブレイクブースト。そのツレイヤーセッコロネブレイクブースト。ディエンディングこいつはどうだ。ディエンディング草原客呪い。邪魔するなら始末する。Thank you.
錠剤洗浄そこだ こいつはどうだこの目を楽しい気分捕らえられるそこだ捕らえられるだよ楽しい気分捕らえられるリゴランスそこだ捕らえつくせリゴランスもろいやれやれに片付ける食らいつくせとどめ違うけよゼロインク呪い天然客草原客呪いそこだ食らいつくせとどめ楽しい気分そこだ食らいつくせ逃しはしないひとぶりカード呪いそこだ食らいつくせ逃しはしないひとぶりカード随分変わった立ち筋ねここいらじゃマイナーなもんでな。戦艦を潰すってどうやるんだ？戦艦は強力な大砲を積んでいる。その火薬を利用するんだ。船着き場はその先だな。通してもらうぞ。貴様たちは侵入者か？いや、どうでもいいか。ゴーマに関わる者は全て切り伏せる。我が蘭月流の剣でな。どけ、アイザン。お前こそ下がれ。こいつは俺がやる。いや、これは俺の獲物だ。邪魔をするなら切る！カーレットエッジ！死神を舐めるなよ！捕らえられない！レイヤー！捕らえられない！ディエリンク！ほら！レイヤー！捕らえられない！捕らえられない！死ぬ気だ！レイヤー！逃がせよ！捕らえられない！スピリッツよ！スピリッツステップ！ほら！しまった！ミノタさんはどうだ？ミノタさん！レイヤー！時間がない。お前たちは戦艦を潰せ。ロクロ、そいつはまだ。ああ、力を残してる。行くぞ。誰から蘭月流を習った？清涼特等大魔師、しぐれ様だ。嘘をつけ。あいつが弟子なんか取るか。今つぶしに二三個技を教えただけだろ。で、同じ技で叩き潰された。
アイゼン、火薬は？仕掛けた。こいつをバンエルティア号への呪し代わりにする。この程度じゃ修行にならんな。だが、奴の居場所は分かった。おお、俺の目的も清涼になったぞ。恩返しもできるし、ちょうどいいな。あんたがやったの？ん？まずかったか？別に。死神の連れにはちょうどいい。これで準備は整った。開門を開門するぞ。剣術、背中の大立ち。お前は蘭月の血を引く者か。なあ、そうだが、それがどうした？櫛山田という名を聞いたことはないか。蘭月にゆかりのある鍛冶職人らしいが。なあ、桃園にあたる包丁職人の一族だが、あんた料理好きなのか？いや、一品だと聞いたんでな。贈り物に良さそうだと思っただけだ。やめておけ。櫛山田は呪いの包丁だ。包丁自体は立派なものだったそうだが、握ったやつは皆誰かで構わず人を切りたくなっちまうんだとさ。噂じゃ鉄を打つときに好きな女の血を使っただとか火にくべたとか言われてるが、真相は闇の中だ。職人どもが切り合って一族は滅んじまって、包丁は皆炉で溶かされて鉄くずになったらしい。それで櫛山田に関する話をほとんど聞いたことがなかったのだな。蘭月家の宿命、いや血なんだろうな。噂以上の一族のようだな。まあ噂以下よりはマシだけどな。